皆さん、こんにちは。5月も中旬に入り、暑いなぁと感じる日が増えてきましたね。今から4年理科、天気と1日の気温という学習をします。では早速、こちらの2つのグラフを見てほしいと思います。これは実は晴れの日と雨の日の気温の変化を折れ線グラフというグラフに表したものです。こちらは9時に測り始めてだんだんと気温が高くなり、午後2時を過ぎた頃から気温が下がっていっています。一方こちらは気温の変わり方にあまり変化がありません。さて皆さん、どちらが晴れの日で、どちらが雨の日のグラフだと思いますか？予想してみてください。では、実際に学校が再開したら、どうやって気温を測ればいいのかというポイントについてお伝えします。よく覚えておいて、実際に測るときに、ぜひこの方法を使ってやってみてください。気温は3年生のときにも使った温度計を使います。気温の測り方ですが、風通しの良い場所を選んでください。そして、いつも同じ場所で測ることが大切です。温度計を地面から1.2メートルから1.5メートルのところにの高さになるように持ちます。そして、温度計に日光が直接当たらないようにこのように影などを作って測るようにしてください。1時間おきに測ってみましょう。測ったらこのように記録していきます。時刻と気温とその時の天気を書いておくと後から見返すときに分かりやすくなります。では、どちらのグラフが晴れの日で、どちらのグラフが雨の日のグラフなのか、実際に測って調べてみてください。そしたら、どうしてこんな風な変化になるのかな、ということについても、みんなで考えてみてください。これで、4年理科、天気と1日の気温について、温度の測り、気温の測り方を中心にお話をしました。終わります。